オン。和歌山県岩出市、緑の山と紀の川の清流に育まれたこの土地で、ズッキーニの有機栽培を行う歩み農園を今回は訪ねてきました。和歌山県岩出市で、ズッキーニを生産している歩み農園の西です。この有機ズッキーニは、肥料は本当に有機質 100% で、肥料も安全な肥料で、作られた、生産した野菜になっています。洋風の煮込み料理から素焼き、薄切りにし、和風の味付けでも美味しくいただくことができます。和歌山の、本当に空気のきれいな、水のきれいな場所で、生産しているお野菜ですので、丸ごと味わっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。北は日本海、南は瀬戸内海と2つの海に面している兵庫県。食の玄関口として日本各地の食を味わえるのも魅力です。その一つとして明太子の老舗金福が運営する明太パーク神戸三田で新鮮な明太子を楽しむことができます。品質にこだわり、自社一貫製造で作られた明太子は粒だったプチプチ食感が魅力。ご飯にのせて食べるのはもちろん、パスタやサラダなど様々な調理方法で楽しむことができます。ぜひご賞味ください。みかんの生産地として有名な和歌山県有田市、実は花の名産地でもあります。JA 有田ではオレンジ系から黄色系まで品質にこだわったひまわりが年間約50万本も生産されています。ひまわりには観賞用だけでなく、油料、食用、緑肥と様々な用途があります。またゴッホのひまわりに代表されるように、数多くの芸術家を魅了してきた花でもあります。夏の花と呼ばれるように、これからが旬のひまわり、大切な人への贈り物に最適です。